はい、それでは第47回ゲーフ 02UM 紅白戦スタートしていきます。はい、ありがとうございます。それではスタートボタンを押して始めてください。さあ始まりました。今日はちょっと人数が少なめで今のところ17人ぐらいかな。さあとりあえず一番手同士、ワンピー座るのは戸田さん、2P が親瓶さんですね。さあ先方戦は、アンディ対ケイダッシュ。この対戦は、ほぼ最強キャラのケイダッシュですが、アンディも十分に強いキャラなので勝負にはなりますね。むしろ結構五分近いんじゃないかと思いますね、先方戦だと。さあまず端に追い詰めていくのは戸田さんの方。しかしここでワンコンボ刺さって一足までしっかりゲージがないので非常に抜けづらい。足場で刺さってジャンプ D ももらってしまう。コンボにはいけずに逆にコンボもらって投げ。さあここはちょっとミスったが、しゃがみ壊しが確定してまず先方戦取るのは、親見さんの K ダッシュ。さあ中堅かすみ、今度は戸田さんのかすみが2回投げを通してパーフェクトで勝ち切る。中堅戦、さあ紅白戦ではだいぶ活躍が 見られるストロバ。さあ対空でうまく落とせない、まだ落とせない。かすみのジャンプリが強すぎる。さあ走ったところに置いてあるコマ投げ刺さって、おっとここでうまい発動コンボ刺さってちょっと安いか。しかしもう一回やり直して4ゲージ払う。さあ先に大将を引き出したの、引きずり出したのは、親瓶さんの方ですね。さあ戸田さんの大将パオだがゲージはたんまりあるので、この状態で親瓶さんが死ぬと危ないことになる。さあ駒投げとしゃがしが相打ちになって戸田さんが取り返す。これは形勢が逆転。さあ開幕か勝ちに行く、乗っかっていってちょっとミスるか。さあ目の前で止まってしまって足払いと、これは美味しい。しかし潜ってキンディがヒット。さあ危ない。さあ最後は対空しっかり見ていて勝ったのは戸田さん。さあ 2P チームは続いて Q さん、 Q アットカスタム。カスタム見習いからついにカスタム勢に昇格したようですね。あ、というか今日は他にマイク、小津さんとかは、小津さんはなんかもうアクアパッツに夢中ですね。さあ Q さんはいつものと言っていい3キャラですね。戸田さんは変わらず。さあまずは Q さんのクラーク、クラークを先方に置いてくる。これはアンディとやりたくなかったのかな、おそらくひなこは。さあ開幕安定して削りに行ってと、これ危ない。さあ体験をしっかり見ている。これはちょっと、お、しかしこれは確定。さあ通常投げを通して、さあ苦しいクラーク、なんとか荒らしに行きたい。
投げを外してしゃがしシャガシー、うわー、しかし潜り込んで禁止が体育になる。さあ2番手、おそらくちょっとやりたくなかった組み合わせであろう、アンディ対ひなこ。さあ禁止刺さって、これは美味しい。さあお見合いからまずはかすみ乗っかっていって、これはもう苦しいが、しかしジャンプリーで強引にねじ込んで強パン刺す、安定して約半分のダメージ。さあ打ちになって、かすみの体力、両方の体力が赤くなって、さあここでうまく噛み合う、 Q さんが取り返す形。さあ大将パウダーがまたゲージが4ゲージある、お、これは美味しい。おっとちょっとミスるが、発ガキ発動もちょっとミスる。しかしこの状態のパウも対空調皮があるので相手は迂闊に動けないところがありますね。さあうまくドスコイ刺して、さあ無敵投げはかわして、これで対象戦。さあ裏のバ対パオ、この勝ちたい2キャラの最終ラウンド、お互い一発さえれば勝負が決まる体力ですね。もうもはやこの体力でも、さあ奈落からこれは危ない。さあおっとこれはちょっとミスる、対空ミスってゲージがゼロに。これはパオが勝ちきるには苦しいか。さあしかし中段決めてまだわからない。さあ降りたところにガーキャンでフィニッシュ、すごい最後になった。勝ったのは Q アットカスタム。さあワンピース座るのはサワラさんですね。はい、それでは準備ができたら始めてください。 OK ですよ。さあ魚に春と書いてサワラと読むみたいですね。今読めませんでした。てかマイクもう一個あるんですが、おひきさんとか喋んない、今日いないんだよな。あ、いたいたいた、大人さんが来ましたね。さあサワラさんのキャラはお、かなり独特なチーム、リンとリン、カスミ、ウラシェルミ、ウラシェルミ大将なかなか珍しい。さあしかしこの組み合わせは一回乗っかれるときつい。さあリンガは距離を取ることが非常に大事ですね。ひなこに近づかせてはいけない。さあしかし寄ってくる Q さんの、ひなこはしゃがしからうまい。さあ固めていく、しかししゃがえで割り込んで、さあ展開が非常に速い、うまい連携を立てていって、Q さんが困っているがしゃがしーから一気にこのダメージ。さあ先中堅先鋒戦は、さあここでかすみのしゃがえからコマ入って、さあ最後もジャンプリー、マイクがもう一個ありますよ。マイクが、
さあなぜか誰も今日は一人の実況になってしまうのかな。さあしかし画面に戻るとQさんのクラークが霞を追い詰めている状態。さあしかし霞のこれがマックス状態が危ない。さあジャンプリレー後から出してた気がするけど、さあもう一回発動、これは勝ちに行くがしゃがしいと相打ちになる。さあ大将沢原さんのウラシェル。さあマイクがとりあえず1本あったので大人さんに渡されました。いきなり直感そんな困ってたんですね。あ今日も無双ができないと。はい、あの早く出て無双したかったけどもっと早く来るべきだった、まあそうですね、ちょっと助っ人枠的なことになりそうです。頑張ります。まあ試合は沢原さんの裏シェルが、おっとこれはうまく飛び道具を差し込む。さあ対照戦裏ロバ、これは近づきにさせたくない。もう遠い距離と近くの距離で戦うっていうような感じで。ああそうですね。さあまずはガキャンで一ゲージ払って、さあ触られると発動コンボでこれはもう死ぬ体力。なんとか距離を取りつつダメージを奪っていきたい。さあウラロバがもうなんとか近づいてワンチャンスものにしたいところ。しかしウラシェルの体力赤くなって、さあこれは逆にしかし美味しい体力とも言えなくもない。おっとこれはうまい、しゃがしいからあーすごいところでマックス2が入る。今ガードできなかったんでしょうかね。多分なんか間に合ってなかった感はありましたね。さあ勝ったのは Q さん、すごい試合だったな。いや派手な試合見れちゃいましたね。はい、いきなり。さあ 1P 側は誰が出ますかね。はい、ウラロバさん、はい、それでは始めてやってください。さあ、ウラロバさんはおっといつものチームたちがウラロバさんのウラロバが入っていない、代わりにハイデルン。ウラロバ同キャラを避けた感じなのかな、それとも練習中かなんかでしょうか。これクラック嫌なんじゃないですかね。まあ相当嫌だと思いますねこれ。もうそんなところジャンプ D でっていうような。あそうですね、立ち回りが相当きつそうですが、まあけどやっぱりリンに火力がない分長くじっくりいけるっていうのはまあクラークはまだいい方なのかな。まあ、あのゲージが溜まってからが、相手のゲージついちゃってからがもう、ああそうですね、そこが苦しい。その前になんとかもう溜まっちゃってるけど押し切りたいところですよではありますが、さあしかし体力的にはかなりいい勝負になっている。さあ足に後転してしまいゲージを払って、あー今いいしゃがみ C だった。確かに。さあしかしちょっと遅い、ちょっと反応が遅れてしまったか。まず先鋒戦取るのは Q さんのクラーク。さあウラロバーにの代わりに入ったハイデルン。さあこの起用がどうなるか。まずは Q さんのワンコンボから始まって、おっとめくってしゃがし、さあジャンプ飛ばしカウンターで入って、これは美味しい。なんとか応戦したいところだがアルゼンチン入ってなんとかダメージにつなげていきたいウラロバさんだが、さあ中段入ってここはウラロバさんがなんとか通り返す形。し
しかしかなり体力を奪われてしまう。さあ Q さんのきなこだが、さあジャンプ飛ばし入って足払いで反撃。さあバオ対ひなこ、これはどうなんですかね。ひなこが苦しいのかな。しかし Q さんのひなこはかなり乗っている。さあ、あーっと、これは痛い。これだとどうやって切り返す。あ、ダメです、もうやっちゃった。ちょっと技が漏れてしまった。いや、もうあんなったらもう超必殺の飛び道具でやるしかなかったかなって。あー、そうですね、打つしかなかったかもしれない。さあ、勝ったのは Q さん、連勝が止まらない。さあ続いて座るのは王。バーサスなんちゃら四天王の頂点に君臨するこの王。さあチームは盤石。ケイダシクラカスミ強そうですね。これはチーム的にかなり苦しい戦いになりそうだ。 Q さん、ちょっとチョキさんいなくなっちゃったんで僕喋ります。 C 投げだけどちょっと画面端から逃げられた形。あ、こうなったらもうクラックはもうジャンプ D で逃げるしかないかなって。あ、うまく見た。おう、勝っちゃったし。通常技の差し込みが本当にうまくって、そこがいいですよね。そうするしか勝てないしね。あーと空振ったけど通撃も安かった。でここでクーラとひなこですが、あ、ひなこうまく飛び込みが噛み合って、はい、2割ゲット。あ、また入って、はい、どすこい。で今度は、クーラのターンになったけど、あ、うまくもう対空。あ、ひなこ強え。あ、もうガンガン早出し突っ込んでって、ひなこも早出し。いや、みんな早いな、技出すの。乗っかって、もう乗っかったもん勝ちだと思いきや、そうでもない。あ、もうじゃがみしして低いけどシャドガード。ウラロバートとカスミが、あー、もうツルツル入っちゃった。あー、もうすごい中断ってちょっとあれだな。